はい、ホクソムスタッフのしいたけです。まあ今日は4つ目なわけですけど、動画はね。僕ね、この後ね、ライブがあるんですよ。ライブって言ってもこう見に行く側じゃないですよ。まあ僕はこう、本職はこう、バンドマンなので、まあ、本職がバンドマンで、まあ副業が学生なのか、まあなんか先生なのか、まあなんかスタッフなのかわかんないですけど、本職はバンドマンと僕は自称していて、まあ、今日はね、自分の作った曲ではなくて、まあ自分の作った曲ももちろんあるんですよ。でアルバムも今2枚出してこうタワレコとかに並べたりもしてますし、まあ、今は並んでないかもしれないですけどね。あとまあ新しいアルバムまた出そうかなとか思ってますけど、今日はまず自分の曲じゃなくて、まあ、コピーバンドっていうのは、まあ、そのなんかのアーティストの曲を、まあ、自分たちが演奏するっていうのがコピーバンドなわけですね。今日はおいしくるメロンパンっていうバンドがあって、おい、まあ、しくるメロンパンのコピーバンドを今からこの後何時ぐらいかな、 2時間後か3時間後ぐらいにやるわけ。だから機材とかね、こうギターとか背負って、まずエフェクターボードってやつ持って、で、まず大学に行って、そこに荷物を置いて、その大学から、まあこの撮影場所までそんな遠くないので、まあピョって来て、ちょっと YouTuber になって、で戻ってライブするっていうね。まあ忙しい一日ですよね。はい。ということで、もう今はもうライブの歌詞のことで頭がいっぱい。まだ歌詞を覚えてない曲があるから。本当はこんなものね、解説してる暇ないんじゃないかって話ですけど、もう覚えろよって話ですけどね。でも意外とね、歌詞ってね、みんな聞いてないんですよね。だからなんか途中でこうグニョグニョグニョって言ってもね、意外とバレないんですよ。まあ良くない姿勢ですけどね、アーティストに対して失礼なんで、そういうことはあんまやらない方がいいですけど。はい、じゃあやりましょう。まあ確率の問題ですね。なんかこれもね、添え字が2つあるとちょっと困りますよね。ね、これすげえ簡単に言うと、何を言ってるかというと、例えばその、まあ、N っていうのはまあ最初は N 前のカードなんで、もうこの N はまあ無視していいとして、例えばこう A さんが起こるって言ったら、何が言いたいかっていうと、この A さんっていうのは、例えば事象はね、X さんが一番でかいって言ってるの。簡単に言えばね。だから X1 とか X2 よりも、X さんが一番でかいよっていうのが、X1 とか X2 よりも X さんが一番でけえっていうのがその A さんっていう事象なわけだよね。なんで A2 かつ A4 っていうのは何が起こってるかというと、 X1 よりも X2 がでかいっていうのと、かつこれが A2 ね、これが A2 っていう事象で、 A4 っていうのは X1、X2、X3 より X4 がでかいって言ってるの。それが A4 っていうことだから。いいね。で、これとこれ合わせると、これとこれを合わせると何が言えるかっていうと、X1 より X2 の方がでかいっていうのと、で、こいつが I なんですよね。で、X3 より X4 がでかい。X4 が一番でかい。これが分かっていて、だと、X3 はどこにいるか分かんないんですよね。X3 はだから、まあ、こいつが J なんですよね。X3 っていうのはどこにいるか分かんないわけ。この、X1 よりもここかもしれない。し、まあ、X2 とこう等しいかもしれないし、X2 と X4 のこう間かもしれないんだけど、じゃあ、X1 って候補何通りあるのって言ったら、これは i よりも小さいわけです。ここって i 引く1通りしかないですよね。X1 の選び方って i 引く1通りですよね。X3 っていうのは、X4 よりちっちゃければ何でもいいわけですから、j よりちっちゃければ何でもいいので、ここにいるかもしれないし、ここにいるかもしれないし、ここにいるかもしれないけど、j 引く1通りあるわけですよね。X1 の、まあ、選び方は i 引く1通り。X3 は j 引く1通り。なんで、まあ、X1、X3 の組というのは i 引く 1×j 引く1通りあるわけです。いいね。で、次は。A2 と A4 が共に両立してるっていうのは、まあ、さっき書いた通り、X1 より X2 の方がでかくて、X4 が一番でかい。こういう組いくつなのかなって思うと、とりあえず X3 がその X1 とか X2 とか等しいかどうかって話があって、例えば等しくないとしたら、 X3 ってここに X3 がいるか、もしくはここに X3 がいるか、
もしくはここに X さんがいるか、ここ3通りありますよね。3パターンあるよね、代償関係として。で、なんか等しいものがあるよっていう時は X4 に等しいってことはないんで、これ2パターンあって、 X1 と等しいわっていう場合と、あ、X2 と等しいわっていう場合がありますよね。じゃあ例えばね、例えばこの中の一番最初のパターン、 X3、X1、X2、X4、 これ満たすのってどれだけあるのって、これ満たす X1、X2、X3、X4 の組ってどれだけあるのって言ったら、 N 個から適当に4つポンって数取ってきて、小さい順にこうやってすればいいんでしょ。だから NC 4通りですよね。あれ？ってことはこの ① の場合も NC 4通りだし、2の場合も、2の場合は X1、X3、X2、X4 という順番ですけど、4個適当にポンと取ってきて、ちっちゃい順に X1、X3、X2、X4 ってこう決めちゃえば、それで組が1つ対応するわけですから、NC4 通り、NC4 通り、NC4 通りってあるわけですよね。じゃあこっちの場合どうかなって。こっちの場合は、例えば、X1 と X2 が等しくて、X3、X4。この場合考えたら、これって適当に N 個から3つポンって取ってきて、一番ちっちゃいやつを X1 と X2 を等しい値にして、2番目を X3 にして、3番目を X4 にすれば、それで終わりですよね。あ、ですから、あ、こうやって NC3 通りあるわって。これも NC3 通り、NC3 通り。ということは、この A2 かつ A4 を満たす X1、X2、X3、X4 の組っていうのは、NC4 が3つと、NC3 が2つということになりますよね。はい、ですから、まあ、これになるわけです。で、まあ、計算したらこうなると。で、全体っていうのは N の4乗根ありますから、だから組っていうのは、X1 も N 通り、X2 も N 通り、X3 も N 通り、X4 も N 通り選択肢があるんで、 N の4乗が分母になって、で、分子はさっき言ったこれになるんで、まあこれになるよと。あと極限飛ばしては8分の1になって終わりということですね。あれ、カッコ1使ってなくねって思う。カッコ1全然関係ねえじゃんと思うんですけど、多分普通その出題者としてはカッコ1を使うことを考えてるんですね。 X2 を I で固定して、X4 を J で固定したら I-1×J-1 通りあるんでしょ。で、 I は、まあ、I より J の方がでかいと。だったらこいつにシグマをしてやって、まずだから、J を固定して I でこう和を取って、あとは J を、まあ、1から N までこうやって取ってやろうね。これ計算すればその X1、X2、X3、X4 の組になりますよね。だからこれを計算するという方法OK です。ただ、まあ、だからこれっていうのは、言うなれば、これっていうのは要するに i は1から j-1 まで足すってことですよね。で、このシグマはこれ i についてですから、 j-1 っていうのは最初からこっちにしちゃっていいわけね。このシグマから外に出せるか、でまずこれを計算して、でその後にこいつをさらに計算してっていうことが必要になるわけです。まあ、その解法でやると、だからまずこれで動かすとこうなるよと。でさらにこれを和を取ると、まあ、どうなるかな。で、まあ、一応変数変換でこう置換しとくとちょっと形が楽になって、まあ、計算ちょっと大変にはなるけど、まあ、一応もちろん同じ答えが出るよということです。まあ、なので出題者は二重シグマを取ることをきっと考えてるんでしょうけど、まあ、我々はね、思いついてしまったらその代償関係の把握さえすれば、あれ、こうやってやった方が早いじゃんということが分かるわけです。はい、よろしいでしょうかね。まあ、いい問題だと思います。ただね、やっぱりこう上付き添え字とさ、こう下付き添え字があると、なんか化学式みたいに見えてね、なんかこれは SO4、 本当はだから 2- ですね、これ硝酸イオンってやつですね。あ、僕一応東京大学ってとこ出ていて、化学とかちゃんと昔やってたんですけどね、もう今何も分かんないんですよね。いや、全然関係ない話ですけど、やっぱりこう受験勉強してる時って物理もやって、英語もやって、こうね、化学もやってって、いろんなことやってたけど、それすごかったんだなって思いますよね。もう今何も覚えてないですよ。英語なんて数学の論文は読めるけど、それ以外何も読めないですからね。で、この前だってなんだっけ、外国人の方にこう How are you? って言おうとして Here you are って言いましたからね。なんかはぁみたいな目で見られましたけど、あとなんか外国人の人になんか、この中にこう英語喋れる人いますかって、こうなんか
行列並んでる時にね聞かれて、いやーってちょっと砕けた感じでね生きて、いやーって言ったら絶対こいつ無理だろうみたいな感じで鼻で笑われましたからね。めっちゃ恥ずかしかったですけどね。まあ勇気持ったのはいいけどね、持ったのは勇気だけどね、あの英語力ではなかったっていう話です。はい、まあまあいいや、あのということで、まあ、この問題はこんな感じで終わりたいと思います。